ディクソンさん。待ってたぜ、シルク。僕たちと戦うためにですか？ああ、そうなるな。それとも黙って切られてくれるか？それはできません。もっともだな。出ないと面白くない。俺は最初からザンザ様のために働いてきた。お前のこともそのために鍛えてやってたんだぜ。はい、力を与えてくれたこと感謝してます。そのおかげで僕は今ここに立っている。言うじゃねえか、小僧。ディクソンさん、どうしても僕らを阻むというのなら、僕はあなたを斬る。